みなさんこんにちは。こんにちは。いつも東和町を応援いただきありがとうございます、今回はお料理企画の番外編ということで、新米が美味しい季節になってきました。東和町は返礼品として数多くの品種の北海道米を取り扱っているんですが、よく最近寄付者さんから言われるのが、このお米ってどんなお米、どういう食べ方がおすすめとかっていったご質問を多くいただきます。で、私たちも分かる範囲でお答えはさせていただくんですけれども、もうこれは実際に食べてみて、より、個人の感想にはなってしまうんですけれども、より分かりやすく説明がこうできるような形が取れたらいいなということで、これから始めていきたいと思います。初回はですね、長谷川農園さんの夢ピリカを炊いて食べてみたいと思います。それではいきますよ。クッキーズスタート。それではご飯が炊き上がるまで少し時間がありますので、事前にちょっとこちらで調べておいたゆめピリカの特徴をご紹介していきたいと思います。ゆめピリカ、北海道最上級ブランド米ということで、もう皆さん北海道といえばゆめピリカと言っても過言ではないぐらい人気のお米の一つになっています。芸能人の CM なんかでも有名ですよね。はい。で、12年連続特 A、お米の食味ランキングというものがありまして、そちらの方で12年連続特 A を獲得しているという、お米になっております。そして、次ですね、こちら、甘み、一番こっちが0から10になってて、かなり上の方です。かなりちょっと甘みの強いお米になっています。はい。で、その次、こちら硬さですね、柔らかいから硬いでいくと、結構柔らかめですね。柔らかめのお米ですね。はい。で、その次、粘り。これはもう本当に強い。強い。ね、もう、夢ピリカといえばもう強い粘りっていうのが特徴なので、こちらはもうマックスまでいっております。はい。これかわいいですね。これ何ですか？これ。しゃもじ。しゃもじですか？書いたんですか？はい。あ、書いたんですね。はい、ご飯もありますね。次もね、また何か書いてくれたら嬉しいですね。はい、それではお茶碗に盛ってください。あ、そうですね、あ、すごい艶が、お米に艶がすごくありますね。ツヤツヤっとした、あ、美味しそうです。ではご飯が出来上がりましたので、はい、食べてみたいと思います。はい、いただきます。うん、ツヤツヤ、いい香りしますね。いい香りします。すみません、ツヤツヤです。いただきます。いただきます。まず口に入れた瞬間、ふわっとこう、そうですね、甘みがふわっときますね。で、歯ごたえもやっぱり粘りが強い、もっちり感が強い。なんかよく夢ピリカって、まずはその白いご飯のままっていう言われることなんですけど、なんかその気持ちがちょっとわかりますね。ご飯の味がしっかり、ご飯の味しっかりって、本当なんかこれだけでずっと食べ進められる感じです。上に乗っけるのもったいない感じしますね。そうですね、本当にご飯の甘みだけで、美味しい、美味しい、止まらない。はい、それでは、夢ピリカを食べてみて、改めて個人の感想をちょっと書いてみました。甘みがはっきり、もっちりもちもち、米だけで楽しめる。なるほど。私がですね、もちもちと濃い甘み、ご飯だけでずっと食べれる。同じ感じですね。同じ感じになっちゃいましたね。やっぱりそれだけこう特徴があるご飯っていう部分は強いのかなと思います。もうお米だけで、おかずなしでもパクパク食べられちゃう。ご飯の味を特に楽しみたい方にはおすすめのお米なのかなという感じがしました。はい。次回もですね、お米、いろんな品種のお米ありますので、また
やってみたいなと思います。はい、それでは今日はこちらでおしまいになります。ありがとうございました。